創建時の大浦天主堂大浦天主堂天主堂、内部大浦天主、同志入り口に隣接する大浦教会大浦天主堂は、長崎県長崎市にあるカトリックの教会堂である。江戸時代幕末の開国後、1864年に、竣工した。日本に現存するキリスト教建築物としては、最古である。正式名は、日本二十六世巡教者聖堂。 その名の通り日本26聖人に捧げられた、教会堂で、準教地である、長崎市西坂に向けて建てられている。1953年、国宝に指定された。また、2007年に、ユネスコの世界遺産暫定リストへ掲載が決まり、2018年に、登録が決まった、長崎と天草地方の潜伏キリシタン関レミ山を、構成する、文化財の一つである。 2016年に日本初の昭和シリカに指定された。信仰の場であるとともに観光地でもあり、配管は有料である。大人600円。2018年4月1日からはキリシタン博物館開設に伴い1000円となる。観光客の増加に伴い、1975年に天守堂に登る石段横の隣接地にカトリック・大浦教会が建てられ、 毎日のミサは大浦教会で行われている。根竜馬もない天主道はフランス寺と呼ばれ、美しさと物珍しさから付近の住民たちが多数見物に訪れていた。プティジャン神父には今でもどこかでカトリック教徒が密かに信仰を伝えているのではないかというわずかな期待があった。 1865年3月17日、浦上の住民十数名が天主堂を訪れた。そのうちの40から50歳くらいの女性が一人、祈っていた、プティジャンに近づき、私どもは神父様と同じ心でありますと囁き、自分たちがカトリック教徒であることを告白した。彼らは、聖母像があること。 神父が独身であることから間違いなくカトリックの教会であると確信し、自分たちが迫害に耐えながら、カトリックの信仰を代々守り続けてきた。いわゆる隠れキリシタンである事実を話し、プティジャン神父を喜ばせた。その後、プティジャン神父は密かに、浦上や後藤などに布教を兼ねて訪れ、隠れた信者の発見に努めた。浦上だけでなく、長崎周辺の各地で、 多くのカトリック教徒が秘密裏に信仰を守り続けていたことが分かった。この信徒発見のニュースはやがて当時の教皇ピオ九世の元にもたらされた。教皇は感激してこれを東洋の奇跡と呼んだという。この日は現在カトリック教会では22の記念日となっている。郵便番号8500931長崎県。 長崎市南山手町後の三坂道を登った後、県売所からさらに石段を登ることになる。駐車場はない。ありがとうございます。